ジャクソンアベニュー駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の駅である。ブロンクスクメルローズのプロスペクトアベニューと東152丁目、ジャクソンアベニューの交差点に位置し、2系統が終日、5系統が深夜とラッシュ時を除く終日停車する。駅は1904年11月26日に IRT ホワイト プレーンズロード線の当駅から180丁目、ブロンクスパーク駅間の開業とともに開業した。駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、中央の急行線はラッシュ時に急行運転を行うご系統が使用している。この駅の南側では高架橋の幅が広がり IRT3 番外線への連絡線2線が、 かつて分岐していた。この連絡線を通じてかつては3番街線の列車が道路線に乗り入れていた。分岐跡を過ぎると線路は南から西へと S 字カーブを描き3番街 -149 丁目駅に入る。なお、次の3番街 -149 丁目駅が地下駅で当駅はトンネル高校付近に位置しているため、高架駅ながら低い位置にある。ホームは、 当初最長6両編成の列車の入線を想定していたため有効長が短く、1949年に有効長を10両にするため514フィートまで延長された。この駅は2004年9月17日にアメリカ合衆国国立史跡に登録されている。駅には2009年にジョージ・クレスポが制作したアートワークラテン・アメリカン・ストーリーズが設置されている。 これは6つのラテンアメリカの物語の場面をモチーフとした4つのステンドグラスからできている。駅は改札口が南北ホームで独立しており、両ホーム間を改札内で行き来することはできない。南高ホームには北端に改札口が位置し、回転式改札機と切符売り場、ウェストチェスターアーベニュー西側に降りる2つの階段がある。また、ホーム上には2つの 出場専用回転式改札機があり、それぞれが通りの階段につながり乗客は駅舎を経由することなく駅を出ることができる。北港ホームの改札口は無人で2つの回転式改札機と1つの出場専用回転式改札機がある。改札外にはウェストチェスターアベニューとジャクソンアベニュー、東152丁目の交差点北東に降りる階段が2つある。 ホーム上には地上への階段に直接通じる出場専用回転式改札機が一つある。ありがとうございます。